喉が渇いたカラスは、荒野で水差しの上で偶然遭遇したとき、自分の苦難は終わったと信じます。しかし、殻から脳鳥が残 NEN なことに、容器の中には水が、ほとんどなく、彼の小さなくちばしは短すぎて、中脳命を救う液体に到達することが、できません。勤勉で来てんの、キクカラスは、運べるだけ多く脳石を集め、はじめ、水が、飲めるほど水が、上がる明度水差しに石を落とします。道徳必要は発明の母。